松潤さん、どうもお疲れ様でございます。口はばったいこと申し上げましたけども、素直にね行動に移していただいたみたいでちょっと安心したなというところです。人生には限りがありますけども、大きなスパンで見るとまずね、幼少期っていうのは言葉を覚えたり、世の中のいいこと悪いこと危ないこと大切なこと、こういうものをまずはしつけられると思うんですよ。でそういうものを土台にして社会に出ていくよとか、幼稚園だよとか小学校だよっていう時に共通の概念として守らなくてはならないものをみんなで守れてるからこそ、自分の権利とか人格っていうのが担保されるんだろうなと思いますよね。そこでですね、やっぱりいわゆる多くの方が共通して守っている常識というものが守れなければやっぱりつまはじきになっちゃうのかなというところもありますし、多くの方に迷惑がかかるものだと思います。その常識を踏まえた上でですね、常識破りなことをやることが容認されるっていうのは、デーモン小暮さんが言われてたことなんですけどね。私は中学の頃にね、我は求め訴えたりっていうね、今絶版になってる本があるんですけども、その本に書いてあった内容で私はちょっとね、自分に覚醒するところがあったんですよね。常識外れと常識破りは違うよってことなんですよ。常識外れっていうのは全くこれダメと、社会に受け入れられないし自分がやってても辛いということがあるんですよね。よくいじめられる対象になるのはこの常識外れというねところがあるかと思います。もちろんいじめっ子も常識外れであるというのは変わらないんですけどね。でもですね、良くも悪くも目立たない存在っていうのは、取り立てられることもないけども潰されることもないっていうようなね、そういうふうな平均的認知っていうのがあります。それがだからね、常識っていう範囲に入ってる人なんでしょうね。そして出る杭は打たれるの言葉にあるように、出る杭になるべき人、そして出る杭が打たれても打たれてももうね、できっちゃってるんで打たれてもどうってことないよっていう地位に行く人、これはね、常識破りな方なんですよね。型破りと言いますかね。確かにルールは守っているんだけども、そんな方法があったのかっていうふうに多くの人を感心させることですよね。そして多くの人をね、言ってみればね、支配するんですよね、この力っていうのは。大人になると圧倒的な資産を築いている方とか、圧倒的に時間管理が上手な方っていうのが多くの方に認められて、あの人の言うことを聞いておこうかなって思わせる効果があるのは、これはね、本当に一つの皮肉と言いますかね、常識を守ってきた人から言えば、なんだそういうことだったのかみたいなね、常識を守るのがもういかにもバカバカしいことに見えちゃう、聞こえちゃうこともありますけども、でもね、すごく常識っていうのは非常に大事なんですよ。ある意味常識を破ってもいいところできちんと破れるかどうかってことが求められているのかなと思いますけどね。いろいろと申し上げましたけども、前回の動画の総括させていただくとするとね、人生っていうのは限りがありますので、大切なことからやる以外にもう道はないってことなんですよ。どうでもいいことをやっちゃうと、最初に大切なことが後回しになって、やろうと思った時には疲れてできないってことにもなります。そうして人生のループっていうのがいわゆるラットレースになっていくんですよね。で周りを見たらみんなも同じようにやってるから安心しちゃうんですよ。でもみんなと同じだと破綻しか待ってないってことは薄々もう感づいてると思うんですよね。だから誰が何と言われようとも、誰に何と言われようとも、自分の大切なことを一番最初にやるとね、故郷に帰るのが大事だなと思ったら何を置いても帰るわけですよ。だって今ね、あれですよ、身内に不幸があったら絶対帰ると思うんですよ、無理して。だから無理すればできるってことに気づかないといけない。やろうと思ったらね、結構無理しないといけないんですよって言ったら、じゃあ無理してやったらって話なんですよ。その無理の連続が無理を通常モードにさしていくんですよね。いわゆる無理が通れば道理が引っ込むってやつなんですよ。昔からそういうことわざありますけども、私の大好きな言葉でもあるんですけどね、道理を守っていたら道理通りの人生にしかならないと。要するに自分の求めていない人生がそこにやってきて、誰かが文字で描いたね、成功モデルしかないわけなんですよ。いわゆる30代で結婚して、40代で地位を築いて、50代で継承して、60代で定年退職、そして豊かな老後が待っているよと。あとは自分の体が悪くなるまで、年金とね、貯金を切り崩して人生のレースの第4コーナーを回るみたいなね、そんなこと望んでないですよ。やっぱり若いうちに自由を手にして、若いうちにお金を手にして、若いうちに欲しいもの、やりたいものを全部完了させないと、それはね、50過ぎて60過ぎてできますかってことですよね。できなくなっちゃうんですよ。だから本当に大切なことを後回しにしておくと、それがやりたい時にはもう体が受け付けなくなっちゃいます。例えば今ね、大好きな焼肉をいっぱいお腹いっぱい食べようと思っても、あっという間にお腹いっぱいできちゃうんですよ。で楽しみをロスっちゃいますよね。だからやりたいことは早くやった方がいいかなと思いますし、それは誰しも考えていることだと思いますけども、
そうは言ってもねっていう な, ん、ね、なっちゃうんですよね。だからそうは言ってもなかなかっていうところをまず変えていかないといけないですよね。そうは言ってもなかなかじゃないと、誰の人生生きてるんだと、誰かの他人様が作った会社のその方便として自分がそこに社員として勤めてきて、自分のやりたいことを後回しにして、その他人様のやりたいことの優先順位に合わせるんですかってことになっちゃいます。もちろんいきなりはできないと思いますけども、できるところからねやっていこうと思った時に、例えば会社勤めがどうしても変えられないんだったら、会社に行く前の3時間をどう使うか、会社から帰った後の3時間をどう使うかじゃないですよ。それこそ会社から帰ってきたらもうね1時間以内にもう寝てます、バタン Q になってますっていう状態を作って、そしてその分朝早く起きて全てが回復した時に一番いい状態で一番大切なことをやる、このマインドセットで行ってみてはいかがかなと思います。もちろん今までのライフスタイルをいきなり変えるのは難しいと思いますんで、あやっぱり無理かなと、朝早く起きたら眠いから寝ちゃうよみたいになると思いますけどもね、週に1回とか週に2回ぐらいから始めてみたらいいんじゃないですか、そのライフスタイルのチェンジっていうの。土曜日は必ず朝起きたら自分の好きなことをやる、その代わり朝早く起きるぞみたいなね、そんな感じですね。じゃあいってらっしゃい。